我ら闘士の使命は真に守るべき仲間のためにある。我ら闘士の使命は真に守るべき仲間のためにある。好きにしろ。ん？どうした？はい、どうも。はい、メロンです。一気当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。本日から、新イベント、お菓子ちょうだい、トリックアトリートがスタートしました。新イベントのピックアップガチャ第1弾は、新名だけぞとなっております。では、早速見ていきましょう。はい、こちら。竹蔵、ガチャさんのキャラとしては、久々じゃないですか？あれ？体操服以来、出てないですよね。なんで、もう1年以上経つのかな、多分。うん。去年のハロウィンは、あと、でしたよね。あとより前だった、記憶なんで、まあ、多分1年以上経ってますね。はい。体操服のね、竹蔵は、結構今でも覚えてますね。あれ、初めて中英で EB2 個持ちだったのかな？うん、ってのもあって、まあ、かなりの強キャラだったんで、まあ、だったっていうか、今でも全然、強キャラの部類に入るとは思いますが、はい。さあ、今回の、竹蔵は、どんな性能になっているんでしょうか、と。ハロウィンナイト、新面竹蔵。異属性の武器が暗記で、中英となっております。リーダースキルが、ハロウィンパーティー。異属性闘士の攻撃回数が、奇数のスキル、EB の余ダメージが 15% 上昇。スキル1の CT を 5% 短縮。で、親愛度マックスで、奇数のスキル EB の余ダメージ 30% 上昇、スキル1の CT を 10% 短縮。通常スキルが、1つ目、トリックアクセラレート。80秒間自身の行動間隔を 30% 短縮する。追加効果で80秒間自身の余ダメを 10% 上昇する。80秒間自身の火ダメを 30% 増加させる。2回目以降、スキルがトリックキラーに変化する。風評 SP が47になる。敵対に威力 140% の非属性攻撃を3回行う。2つ目、トリック&トリート。敵対に威力 125% の非属性攻撃を1回行う。属性、余ダメの 10% を吸収する。3つ目、フェイクトリート。自身の HP を最大値の 2% を消費する。敵対に威力 40% の非属性攻撃を3回行う。エクストラバーストが、1つ目、ハロウィンナイトキリング。すべての敵に威力 200% の非属性攻撃を5回行う。追加効果で25秒間自身にスキル2回発動を付与する。 SP は2回分消費する。 TP プラス1000。2つ目が、炎波点滅、エンジン点滅かな。炎波点滅の方が語呂がいいんで炎波としましょう。炎波点滅。すべての敵に威力 333% の非属性攻撃を3回行う。追加効果で15秒間対象の非属性耐性を 20% 低下させる。となっておりますと。ということで、何から見ていきましょうか。通常スキルからじゃあ見ていきますか。一つ目がトリックアクセラレート。80秒間、行動間隔 30% 短縮。30% これめちゃくちゃでかいですね。元の弁償性も140で、まあまあ、そんな遅くないんで、うん、かなり手数増えそうですね。で、さらに余ダメも80秒間 10% 上げてくれると。まあ、ただし、同じ時間、80秒間、火ダメも 30% 上がってしまうと。まあ、柔らかくなる代わりに、まあ、手数が増えると。まあ、ただ、スキルさんが、テイクトリート、これ CT0 なんで、テイクトリートの回転も上がると。テイクトリートを最大 HP の 2% を消費しながら、
攻撃するんで、HP 減るわ、ヒラメ 30% 上がってるわで、まあまあ柔らかそうですね。そんな減った HP をまあトリック&トリートで回収するっていうスタンスなんですけど、うん。あとは CT30 秒でそんな頻繁に打てるわけでもないんで、そうですね。まあ柔らかいことには変わりなさそうですね。なんで、竹蔵の HP をうまくフォローしつつ、うん。ちょっとでも長く生きながらえさせて、ダメージを稼ぐっていうスタイルですかね。エクストラバーストがまあ2個持ちなんですけど、まあ1つは CT300 秒で、まあ1回使い切りタイプですね。はい。なんで2回、使えるチャンスがあるのは、まあ炎破点滅の方なんですけど、まあどちらも、威力は 1000% なんで、まあ、そんなに強力なダメージに期待できる EP ではないですね。はい。で、炎破点滅の方も、まあ、15秒間持続性耐性 20% 低下させるだけなんで、うん。まあ、特に特筆すべきようなこともないかなと。まあ、ちょっと特殊なのがハロウィンナイトキリングですね。こっち1回使い切りではあるんですが、EP プラス10で、25秒間自身にスキル2回発動付与できるんで、まあ、結構使うタイミングによって、期待値が変わりそうですね。まあ、CT 付きのスキルを極力2回発動させたいんで、まあ、タイミングとしてはトリックアントリートとトリックアクセラレートのクールが開ける手前で、両方とも2回発動させられるのが理想と。で、トリックアクセラレーター、まあ、トリックキラーって言った方がいいのかな？トリックキラー2回発動させられると、うん。キルレベル1でも 140×3 で 420。さらに2回打てるんで、840% になるんで、それだけで。まあ、かなりのダメージが期待できますよと。さらにトリック&トリートもね、2回打てれば、一気に回復できるんで。うん。で、CT30 と CT70 なんで、まあ、最大 CT10 秒の差しかできないんで、まあ、ちゃんとタイミング合わせれば、うん、ハロウィンナイトキリングの効果時間は25秒間あるんで、まあ、どっちも2回発動させられることはできるかなといったところですね。はい。まあ、使い方としてはそれぐらいですかね。うん、まあ、あとはリーダースキルのシナジーなんですけど、まあ、スキルで、スキル1の CT10% 短縮、ちょっと短縮パーセンテージが少ないんで、まあこっちはおまけで、まあメインとなるのが、この非属性投資の攻撃回数が奇数のスキル EV のダメージ 30% 上昇なんですけど、ちょっとこれ系のこの攻撃回数奇数とかのリラスキル、使ったことがないんで、ちょっと僕わからないんですけど、これどういう計算方法なんですかね？その投資ごとにカウントしてるってことなんですかね。まあ、例えば、竹蔵が、まあ、何かしらのスキル、EV を使うたびにカウントが増えてって、まあ、それが、数回なのか偶数回なのかで、うん、判定してるのか、それとも各スキルごとに、回数を計算してて、まあ、EV であれば、まあ、1回目であれば確定でリーダースキルの効果が見る、ということになるのか、うん、各スキルごとってことはないですかね、さすがに。でも、投資ごと今、どのスキル使おうが、EV 使おうが、カウント1ずつ増えてくっていうことであれば、把握するのほぼ不可能ですよね。まあ、まだ通常スキルが全て CT 付きのスキルであれば、まあ、序盤のうちだったらカウントできなくもないと思うんですけど、この竹蔵とか、例えばバーストフェイスの義経とか、ああいう CT0 のスキルあるキャラとかも、奇数回なのか偶数回なのかってわかんないですよね。だから、リーダースキル発動のタイミング、発動させられるタイミングに合わせて EB 打つとかっていうのが、ほぼ無理なんじゃないかなと思うんですよね。まあこれはちょっとどういう風に計算されてるのかがわかんないんで、まあ、まだ何とも言えないですけど、まあ、かなりちょっと癖のあるリーダースキルですね。うまく使えれば強いそうですけど、うん、まあ、結構めんどくさそうって感じですね。はい。
他の投資お前と話すのは心シナジー考えたときに、どうなんですかね。逆に他の投資のリーダースキルを今回の竹蔵に合わせてあげる、待ってするキャラがいるのかってことですよね。ちょっと前に出た黒ユリ、黒ユリ CT スキル1の CT 短縮なんですけど、今回の竹蔵もねスキル1の性能が結構高いんで、CT 短縮は、かなり竹蔵対象が良さそうですね。ただ電撃率 5% が、ほぼほぼ無駄になっちゃいますね。竹蔵3つ目のスキルは CT0 のスキルなんで、連撃率上げる意味はほぼないかなと言ったとこなんですよね。で、カウも、EB の威力上がるんですけど、今回の竹蔵、あんまり EB がダメージソースになってるというよりは、どっちかっていうと、通常スキルの方でダメージ稼いでいくスタイルなんで、そこまでシナジーないかなと。ただ EB 一つ、一個目がね、EP プラス10なんで、打てる回数自体は、3回は打てる計算になるんで、そんなに悪くはないんですけど、めちゃくちゃマッチしてるかっていうと、そこまででもないって感じですよね。だから、竹蔵使うので、メインパーティー使うのであれば、相方、どっちにするかで、リーダースキルも決めたらいいのかなって感じですかね。カウンであれば多分カウンのリーダースキル発動させた方がいいし、黒ユリであれば、黒ユリのリーダースキルの方が、ちょっと奇数回の性能が、まだ結構、自分の中で未知数なんで、なんとも言えないですけど、わかりやすいのはカウンもしくは黒ユリのリーダースキルかなと思いますね。はい。なんだ？私に入なんで、結構ちょっと癖のあるキャラといえばキャラなんですが、防御を捨てて火力に特化した印象ですかね。はい、武器が暗鬼っていうのも結構希少ですよね。暗鬼の中衛って工場の加工園がいなかったと思うんで、あと SR とかでいるかもしれないですけど、 SSR では結構少ないんで、希少ではありますね。ただ、レイドボス、長編のヌエでしたっけ、名前忘れちゃった。数属性。確か暗記は弱点じゃなかったんで、だから長編のシナジーはそんなにないかなってことですかね。はい。なので活躍する機会はちょっと今後あるかは、今のところは、ちょっと少なそうな印象ですけど、性能自体は、結構高めなんじゃないかなと。コスト30キャラなんでね、これで弱かったら、誰も、買わなくなっちゃうと思うんで、当然、それなりに強くはあるんですけど、でも、登場としては、そんな、どこまでぶっ壊れキャラではないかなってとこですかね。程よい性能に抑えられてるかなと。いった印象ですね。はい。なんで、そうですね。今回も、100連だけ回そうかなって思います。はい。100連で出なかったら、ちょっと今回の竹蔵は、ヘルしようかなと思います。はい。なんで、じゃあ、サクッと100連回していきましょうか。はい。じゃあ、1回目、ゴー。1回目はローディング入ってないんで、ないですね。人事を尽くして天命を待つ。SSR は出たと。はい。いく。今のはケミコかな。そう。9か。私も闘志の一人。あと、1体で。
キミコも監督ですね。で、2回目。うん。最近調子良かったんでね、このままの流れで、いけるのか。人事を尽くして、天命を待つ。それとも、ドハマリ食らうのか。2回目は、S サルなしと。3回目だ。ローリング入ってないですね。人事を尽くして天命を待つ。なんかでも結構昔に比べて露骨なローディングは入らなくなったような気がするけど、最近気づかないですよね。まぁ、あ、ちょっと なんかちょっと引っかかったなぐらいはあるんですけど、なんか確信を持って今の長かったって、もうこれはもう、はい、監督してますね、はい、なんか結構わかりづらいです。うん、いやこれは長い、え、これは絶対長い、これは長い、いや、今のは出たんじゃないか。あ、てか、あれ？人事を尽くして、お茶待て？今回。待つだよね。よし。あ、今回も早かった。あれ？待って。ちょっと見てなかったけど。え、ないっすよね。闇がてじゃないっすよね。だよね。おー、よかったよかった。誰だろう。エリファイツ戻って。大和学院3年新面竹蔵で、お前誰だ。誰。おう、40連か。いや今回も早かった。最近あれですね、物欲センサーが働いてないんで結構嫉妬出てくれた。よかったよかった。うん。じゃあ出たし、ちょっとね、リーダースキル調べてみますか。うん、まあ、次回報告できたら、行きまーす。なんだ？私に話しかけるのに遠慮などするの？はい。じゃあ、あとは、前回のイベントから繰り返して、終わりましょう。ランキングは、60位。21万で60位。で、結構、全体的にポイント、低めだったのかなって印象です。あんまり、今回みんなイベントのガチャは回してならないんだったのかな、うん。平均的にポイントが低いような気がしますね。で、ダメランは、残念、11位。トップ10まで、あと一歩届かずってとこでしたね。ダメージが ?1481 万。ってことで、まあ、1500万、ちょっと届かず。メンバーこんな感じですかね。まあ、カーン出たんで、まあ、一応使ってみましたってことですけど、まあ、多分使ってる人あんまいなかったと思いますね。まあ、コスト無駄に重いんで。うん。まあ、性能の割に、まあ、まあ、ボスがね、闇属性っていうこともあるんで、まあ、あんまり使ってる人いなかったと思うんですけど。まあ、でも、うん。まあ、コストの部分さえ、目をつむれば、性能自体は全然悪くなかったかなっていう風ですね。はい、カーン。AP の回収も結構大きかったんで、うん、本当に周囲の EB 邪魔することなく使えたんで、使いやすくはありましたね。はい。うん。まあ他のメンツは、まあまあまあ、ありきたりな、まあ、特に木を照らった部分もなく、無難なメンツで挑むって感じですね。あ、ただ分身カーンは僕持ってないんで、まあ、そこですかね。他の人との大きな違いは。まあ、なんで、今回の孔明と、あとバニーガールのね、玉風、弱点武器なんでね。この二人メインパーティーに出て挑んだんですが、うん、なかなか上位陣には、手が届かなかったですね。まあ、そのとこですかね。お前と話すのは心が和むな。で、今回が、まあ、竹蔵火属性だったんで、まあ、おそらく風属性のボスになると、どこら辺使いましょうか。
ちょっと前回ね、このスマシ転移僕使わなかったんで、今回はちょっと弱点武器かわかんないですけど、まあ、転移もね、入れて頑張ってみようかなと思います。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。